します。お願いします。マネージャーの藤川です。今期に加入しました中村レオです。よろしくお願いします。お願いします。今日は簡単に僕が、レオのことを聞いていきたいと思います。お願いします。名前は聞いたんで、出身地は出身地は東京都の練馬区っていうところから来ました。で、全所属チーム。全所属チームは千葉県一部リーグの城西国際大学です。あとは、ポジションとざっくりプレースタイルを、ポジションは主にボランチかサイドバックをやっていて、プレースタイルはパスをはたいたり自分でテンポを作ってチャンスメイクすることです。まだ、浜田に来て間もないと思うんで、いいところはわからないと思うんで、今期の抱負を最後にお願いします。今期はこのベルガロス浜田でスタメンで出てチームで活躍できるようにして JFL に昇格したいと思います。以上です。ありがとうございました。お願いします。では大ちゃんのちょっと、藤川マネージャーの紹介もお願いします。終わってない全然何も知らないですよまだ来たとこなん。先ほど名前は藤川さんって言って、出身地はどちらですか？出身地は大阪府です。大阪府か、めちゃくちゃいいところですめちゃくちゃいい好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、はい、とんぺ焼きです。とんぺ焼き、はい、とんぺ焼き自分めっちゃ好きっすめっちゃ好きっす。なんだろう、なんだろう、好きなサッカー選手。好きなサッカー選手、ちょっとマイナーになるんですけど、はい、エベル・バネガっていう元アルゼンチン代表の選手が、多分監督なら知ってると思います。全然知らないと、なんだろう、もういいよ。もういいですかいやいや、まだ聞きたいことたくさんある。まだありますか？まずかいや、いろいろこうちょっとこうね、経歴を教えてもらって。経歴は一応マネージャーとしては、ドイツのチームと、スペインのセミプロチームと、一応 J リーグのチームで経験はあります。はい、すごい経歴です。もういいかな。もうって聞こえた。もういいですか？まあ、面白い話。面白い話、はい、まあ、あるっちゃある。例えばマリノスで服務してた時に、はい、こんな面白いことがあったみたいな、はい、例えばこうプロサッカー選手の道具へのこだわりとかで、こういうとこはすごかったよとかっていう。あ、こだわりで、まあまあ結構あんまりないですけどね。でも紐の通し方で変わってる人とか、スパイクのね。そうっすね。あとはなんですかね、色曜日で変えたりしてる選手とか、リカバリーではこれ履くっていう選手がいたりとか、ちょっとプライバシーであんまり言えないですけど、インソールは実は変えてたりとか、いろいろあるんで、こっそり聞いてください。よし、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。今シーズン頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。